ドラゴンクエストウォークー、ご当地スレイムがガチで全力案件なのでまとめを説明していく。はい、ということでおはようございます。チーム手巻き TV です。いやー、このさ、ご当地系ってさ、今までさ、やる人はやればいいよと、お土産集めたっていいじゃないと、ご当地モンスターの心集めてもいいじゃないと、やりたい人はやってもいいという、なんかコレクション要素が多かったんですけど、今回のはもうやらないとメインコンテンツに乗り遅れるレベルで、やばいです。うん。はい。一つインフレしたという感じですね。まあ、新たなこの強化手段が一つ増えた。まあ、もちろんね、心とか、真珠に比べてちょっと影響力は落ちるんだけど、まあ、真珠に近いぐらいの影響力を持つ可能性がある、それが新コンテンツ、ふるさとスライムです。これマジで、舐めてると痛い目見ますね。まあ、宝の地図をね、ちょっと舐め気味で、少し最近サボってたのは私なんで、私ちょっとこれから追いつかなきゃいけないなと、今、ふんどしをね、締め直してるところなんで、しっかりと資料をね、わかりやすくまとめてきたんで、よかったらこれ聞いてってくれれば、どういったものか、全体像から、実際得られる報酬、今どんくらい実際大変なのとかわかると思いますんでね。よかったら一緒に理解を深めていただければと思います。ということで、説明がね、つら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 書いてあるんですけど、こちらは、後でね、別点資料にまとめてますので、まあ、とりあえずイメージをつかむために、この宝の地図の中の右下にこのふるさとスライムのアイコンが新たに出たということで、まあ、こちらに、合わせてですね、お話ししていくんですが、ちょっとやらなすぎてね、もう恥ずかしすぎて、こう実況者なのにこう見ないでって感じなんですけれども、今、私の状況としては、まあ、関東を中心にレベルが上がっているというような感じですね。はい。で、この関東には7匹の、こういったご当地スライムがいて、それぞれのご当地スライムのレベル上限が30なので、まあ、30×7匹。まあ、なのでね、下に書いてある通り、関東レベルのマックスは210みたいになってますね。それに対してちょっと寂しいのが北海道で、北海道地方には北海道しかないので、下に書いてある北海道地方のレベルはマックス30ってなってますよね。まあ、この辺がちょっとね、少し理解が、ふにゃってなるところなんですけど、まあ、これね、結論から言うと、もうこの地方レベルってもうほとんど関係ないです。ほとんど関係ない。うん、まあ、一応地方レベルを上げると報酬でこんな感じで、まあ、関東の真珠、関東だったら、あとはね、このステータス10ぐらい上げることできるんですけど、まあ、これ関東地方にいるとき限定の効果なんで、まあ、ここについてはね、もう正直おまけです。はい。今回ね、ガチでやばいのはこの各地方のレベルを足した全国レベル、これがやばすぎます。はい、ということで見てください。こっちにはね、特定の真珠とかなくてですね、もうすべてがこのステータスバフなんですけど、こちら、地方の制限もちろんありません。はい。ガンガン上がります。10、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 
ックスは今、1000レベル、ですね。まあ、ちなみに、なんだろう。各都道府県がマックスレベル30なんで、30×47 都道府県で、一応レベルは1410まで上げられる。けど、1000のところが今この最大報酬っていうところですね。で、このレベル上限に関しては、まあ、今後上がっていくと思われます。まあ、ここがですね、今は真珠よりもちょっと下の立ち位置だけど、今後真珠を超えていくんじゃないかというですね、恐るべきポテンシャルを秘めた、まあ、運営さん本気のコンテンツだなというような感じです。これガチでやばいんで、資料をね、作ってきましたんで、ここからはその資料に基づいてお話していきましょう。はい、ということでこちら、ふるさとスライムがマジで超重要という話ですね。本日の目次ですが、どうしたらふるさとスライムのレベルが上がるのか。ふるさとスライムのレベル上がるとどうなるのか。まあ、どうなるのかはね、これさっき見てもらったんですけど、これがマジでやばかったですね。そして、なんと、レアチーズ発見者、個人様にシークレット報酬もあるぞと。さらに、丸4番、スラミチレベルの、スラミチメダルの交換商品に待望のあれが登場、みたいなね、お話の流れでいきたいと思います。ということで、まずは丸1番、どうしたらふるさとスライムのレベルが上がるのか。はい。これはですね、もう二つ示されてます。その1、ね、その都道府県の地図をクリアする。これ経験値10もらえます。二つ、その都道府県の地図を他の人にシェアしてあげる。はい。もらうじゃないですよ。あげる。これで経験値10もらえます。まあなので、クリアする、あげる。これでそれぞれ10集めてって、でね、これちょっと下、ここ、はい。ここ見てください。先にここね。
私、最近、まあ、地図に関してはかなり実況者としてはサボり気味だと思うんですけど、まあ、そんな私でもね、一番経験値の多い千葉県、ここの経験値が320ありました。はい。まあ、このクリアしたりシェアしたりが32枚行ったってことですね。この320の経験値で、都道府県レベル、これマックス30のうち16まで上がるって感じですね。私が今一番進んでる千葉県ですら、16っていう感じ。で、このレベル16ぐらいのやり込みを47都道府県やったらどうなのかなって計算してみたら、16×47 で752。まあ、サボり気味の私ですが、それでもね、一番やっている千葉県、これを全国レベルで展開したとしても752。先ほど見ていただいた、全国レベルマックじゃない、これ、全国の報酬のこれ、マックスだな。はい。全国報酬全ゲットのレベル1000はもうかなり遠く感じますね。これほんと気を引き締めていかなきゃいけないやつだと思います。まあ、特にね、このカッコ2のこのシェアするっていう部分が、まあ、これ一部のインフルエンサーさんとかが、まあ、かなり先に進められる分野だと思うんですよ。でもこの、一般的なこのプレイヤーさんはこれどうやって上げていくのかっていうと、まあ、シェアよりも、クリアなのか。まあ、でも今までね、あんまフレンド機能とかそんなに使いこなしてなかった方も、まあ、フレンド機能を使い込んでいった方が、まあ、一人の力より大勢の力で、このふるさとスライムのレベル上げに全然寄与すると思いますので、まあ、そういったちょっとね、プレイ状況、ぼっちプレイが好きだった方も、ちょっと変化がね、必要な時なのかなと。私もぼっちプレイがね、好きな方だったんですけども、うん。ちょっと変化の時かなと正直思ってます。まあ、こういうのはね、やったらやったで楽しいんですよね。運営さんからね、新しく提供された遊び体験、ぜひ体験していきたいものです。ということで、カッコ3番。これもね、さっき軽く説明したんですけど、各くくりごとの最大レベルと、報酬獲得に必要なレベルをまとめてきました。はい、まずですね、現状のマックスレベル。これ各都道府県ごとに30ですね。で、地方に関しては、関東地方は 30×7 で210ってさっき見ていただいた通り 30× 都道府県数が地方レベルのマックス。そして全国レベルのマックスが 30×47 都道府県で1410と。それに対して、現状の報酬全獲得できるレベルは、あ、ごめんなさい、これ都道府県に報酬ないわ。はい、この地方でですね、これ20です。これ20レベルまで上げたらですね、どの地方でも報酬はとりあえず全部獲得できます。てかこれ20じゃないと、北海道の人かわいそうって話だから、北海道はね、1個しかないからもう北海道レベルを20まで上げて取るしかないんですけど。まあその他の地方だったらね、もう適当にやってたらなんかこう上がるように感じましたね、正直。まあ地方レベルはさっき言った通り全然重要じゃないんで、それより全国レベル、ね、このマックス1410の中の1000、これね、偏った都道府県のね、地図をね、やりまくってたら到達しませんから。意識的に、全国のいろんな、地図を、やる。もしくは、自分の地図。つか、自分が持ってる地図を全国の方々に届ける。いや、ほんとこれ、SNS やん。SNS の影響力が高い人のためのコンテンツやん。っていう感じも、まあ、ありますけどね。そんな感じでやっていくしかないわけですよ。っていうのが、まあ、どうしたらふるさとスライムのレベルが上がるのかの、部分の説明ですね。じゃあ次行きましょう。次、丸2番。ふるさとスライムのレベル上げるとどうなるのか。これね、さっき見ていただいた通り、地方報酬は大したことないですね。はい、すべての地方が共通でこんな感じですかね。はい、その地方の真珠の B が一つ、A が一つと、攻撃力、攻撃魔力、器用さ、素早さ、守備力、回復魔力がそれぞれ10ずつ。はい、全地方共通でこんな感じですね。で、さっきも言った通り、その地方ででしかね、このステータスバフは効果を発動しませんので、まあ、大して重要じゃない。はい、もう微差程度の、微差じゃない、誤差程度の微差ですよ。はい。それに対して赤文字で書いてあるんですけど、この全国がやばいと。こちら、まとめてきました。はい。どんくらいかと言いますと、ご当地スライムの、ステータスバフの値をね、レベル、まあ、マックス、まあ、全国だったらレベル1000、すべて取った場合。はい。やばいだろやばばばばばばばいばばいだろばばいだろこれHP50 変わったら難易度変わってくるでしょ。MP50 変わったらスラミチカキンの頻度とかボス戦の戦いやすさとかも変わってくるでしょ。ねえ、もうその他のステータスもうすべて40ですよ。うん。真珠で上げられるのなんてさ、まあ、一つのステータスを40とか80ぐらいですか。これ全ステータス40ババババババーンですからね。
ババババーンですよ。はい、ありがとうございます。これはマジでやるしかないコンテンツです。そしてですね、まあ、丸三番。なんと、これ、レア地図発見者個人にシークレット報酬もということがお知らせに明記されておりますので、これね、もうすでにめちゃめちゃ拡散されている埼玉のリリーさんとかね、そういったもうレジェンドクラスの方はですね、もうなんかすでにゲットしてるんじゃないですかね。これ、見つけた個人に、レア報酬が来るのってすごい夢ありますよね。うん、今まではまあ自分の名前がついた地図が全国のウォーカーさんにこの拡散されて SNS とかでもこの発信されまくる、まあ、そういったことにね喜びを感じてる部分が大きかったと思うんですけど、実際ゲーム内でシークレット報酬もらえるとなったらもう一段やる気が上がりますよね。はい、ちなみにね、私のこの激レア地図、危ない手巻きの家族の地図ですね。はい、左から、おとんおかん、そして手巻きとね、これ家族が全部、ね、揃っている激レア地図になりますので、見かけたらぜひゲットください。はい。これがね30枚ぐらい拡散されてるから、私のねあの千葉の経験値が一番多かったっていう感じなんですけども、はい。そしてこちらが最後です。これ要望多かったですよね。私も生放送でね言ってたんでね、まさかね、こんなに早く実現されるとは思いませんでしたけども。スラミチメダル交換商品に待望の導きのかけらが登場です。まあ、500個を1週間で12回交換ということで、まあ、マックス、1週間で6000個受け取ることができると。ということで、わ、めちゃめちゃレアな S プラスの地図があるのに、導きのかけらないよという時もね、ここで6000個ゲットすれば、まあ、取れると。で、ただね、このスラミチメダルっていうのは、課金者がめちゃめちゃ持ってる、タイプのメダルになりますんでね。まあ、そこまで課金してない方はご利用は、計画的にって感じですけど、まあ、結構余らせてる人が多かったと思いますんで、これはね、非常にいい措置だと思います。はい、ということで、私からのね、まとめはほぼ以上なんですけども、九州、沖縄は、まとまってるんだ。うん、なんでかね、九州、沖縄は、まとめて、1、2、3、4、5、6、8つもあるんだね、都道府県が。はい。はい。ということで、ちなみにですね、この今日以前、今日以前に得た、経験値もですね、この私がこの関東いきなりレベル26上がったようにね、ゲットできるようになってますので、まあ今までね、ガチでやってた方も、もちろんその分入りますし、足りてないという方はこれから、私と一緒に頑張りましょう、ということで、まとめ動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思われたら、グッド評価などいただけたらありがたいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。